両方と もこのまま上本町、片方上本町の、こっち側は上本町の地上ホームに行って、こっち側は地下ホームに行くっていうは寸法でしょうね。いや、すごいな。あ、でも通過する電車なんてあるんだ。出て行ったらすぐですけどね。鶴橋って向かってあるの？終電車が出てくっていうのも不思議な光景で、そもそもアーバンライナーが奈良行きなんですね。しかもこれアーバンライナーネクストです。こんな光景あんだ。アーバンライナーネクストですよね、あれ。ネクストで奈良行きの特急編成に入ることあるんですね。何が来るのこれ。ネクストや、こんな編成あるんだ。で、何が来るのこれ。このまんま難波の方に入って、高安の車庫あたりから難波の方に入って、難波からか、まあ、名古屋行きか賢島行きかね、あっちの方の、運用に入るとか、そんな感じなんでしょう。まあ、鶴橋といえば乗り換えの駅としても有名ですから、やはりコリアンタウンとしても有名や、多いですね。でも、もう、いくらでもずっと電車行きますね、こちらの方もちょっと空いてますけど。まあ、こんな感じでね、北を見渡してやっぱ韓国関係の店も多いし、すごいですね、新聞は博多の広告なんてあるんですね。なんかね、今赤旗がだいぶ減ったってことでね、小松田さん、おお、これすげえな。いや、飽きないですね、鶴橋駅は。おお、こっちから入ってきて、こっちから1時間ぐらい実は余裕ができるんですよね。姫路で乗り換えようと思うと7分しかないんですけど、こっちでしたらね、実は1時間ぐらいちょっと余裕があるんで、まあちょっと飯なり済まして行こうかなと思いますよ。鶴橋駅のトイレのある方に、通用口の方に行くとね、それね、一気に閑散とするんですよね。すごいですね。ちょっと登ったらね、もうこれ屈指の乗り換え駅で、まあ乗り換え駅のね、性質が強いので、ね、それもあるでしょう。ここの通路ね、全然人いないですね。まあ通用口とかになってますもんね。それが鶴橋駅とは思えないぐらいからからです。ね、登ったらもうこんだけ人いますからね。どうしようかな、外に出てちょっとここで食べててもいいかなと思ったんですけどね、すっげえ雨降ってきたんですよね。いつもイコカでね、ピッと払ってそのまま乗り換え、ね、になるんで問題ないんですけど、今回の場合多分ここから鶴橋からもうこれね、渡ったらすぐ鶴橋なんですけど、鶴橋からね、もうそのまま広島まで切符買いたいですもんね。そうするとね、やっぱあれ、そうですね、新幹線の切符やとあれやもんね、多分行こうかでそのままするとはいけんはずやで、こう新しいこれ発表ありますかね。もうすぐですね、考えてみたら3月14日ですからね。でも一個ね、いろいろありますね。コザソルはあるんですよ。ボダソーの呼び名までですけど、
めっちゃ変わった模様やん。ほんまに、めっちゃ変わった模様やったね。よいしょ、いいや。とりあえず、ラーメン食ってこ。なんかいろいろありますね。サバサバ。なんや、変わった思いありますね。さあ、食ってきましたよ。いや、やっぱし安くてうまいですね。大阪来るといいですね。ちなみにね、煮干しチャーシュー麺620円って言ったんですけど、これそうですね。110円プラスだったんですけど、めちゃくちゃチャーシュー大盛りでしたよ。7、8切れくらい、え、5、6切れ入っとったんかな。で、ごっついでっかいのがね。うん。すごかったです。あの、ほんと、あの、あれとも、喜多方ラーメンともね、勝るとも劣らぬくらいのチャーシューのボリューム感でしたね。で、620円ですからね、安い。しかも、これをセットになってるの、500円ですよ。税込み500円で。ビールのつまみセットがついて500円ですからね、やっぱ安いですね、大阪は。鶴橋名物のあれになってますけど、これあれですね、そうやね、私ふって上がってきましたけど、天王寺方面行ったらダメですよ、新大阪の方行かなかったということなのに。ちなみに安倍のハルカスは JR がおすすめになってるんですね、聞いてる的には。でもなんか不思議な話ですけど、まあでも実際安倍のハルカスここから行こうと思ったら、それが天王寺に出るのが一番早い。これ向こう側に回ったら丸口があるのかな。よし、よし、反対側出ましたけどね。あったあった、反対側に回った。緑の券売機、これで買えるはずですからね。よいしょ、ちょっと待ったことない。自由席でね、新幹線自由席で、新幹線自由席、新大阪、新大阪から広島、今日乗車券の区間をお選びください。鶴橋からやる口やな。よし。何が違うねこれ。ああ、大回りするかってことね。そっかそっか、環状線やもんな。あで、帰りの行きの利くのみ、ね、帰りはええ。広島で、かぶりんと。よっしゃ、買いましたよ。新大阪から広島までね。9890円。予定よりだいぶ高くつきましたけど、よし、まあいい、まあいい、仕方ない。よしで、これってでもそうや、行きしまった俺行こうか使ってきたな。あ、すいません、近鉄でいくか使ってるんですけど、切符で入場したんですけど、どうしたらいいんですかね。あのね、これですね、新幹線でちょっと行ったり、出てから出て、出てから立つね、早かれた、うん、こう入れてから立つ、入れてから立つ、こう無事に乗り換えを終えまして、このまま、大阪の方に、大阪から経由して、新大阪へと向かっていきます。次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。